どんな作戦かと思って来てみれば、なんで女の子だらけのカフェなんだ。こういう場所は男子は浮くっていうのに。気が向いたから来てやっただけさ。せいぜい僕の温情をありがたく受け取るんだな。心配だからついてきたって素直に言いやいいのに。うるさいな。それよりどんな作戦なのか教えなよ。こんな奥の席を予約までしたんだ。何かあるんだろう。そりゃもちろん。実は2年のカップルがここでデート中に襲われたって話を聞いたんだ。試す価値はあると思わねえか。なるほどね。同じ状況を作って都市伝説をおびき寄せるってことか。まあ、試す価値はあるかな。ただ、このテーブルに並んでるのは何？すげえだろ。じゃーん！店にある甘いもん、一通りオーダーしといたぜ。なんで一通り？まさか、これ全部食べるつもりか？だって、ケーキとか食うとテンション上がるじゃん。君が上がってるのは血糖値だ。なんでそんな甘党なんだよ。昔、祀られてた頃、よく甘いもんをお供えしてもらってたからさ。気づいたら、スイーツにハマってた。天下のカラステングがスイーツとか言うな！まあいいから食おうぜ。もう頼んじまったし。お前も遠慮すんなよ。むしろ作戦のために頑張ってくれよ、リーダー。だからさ、カップルの真似すんのが作戦じゃん？イチャイチャしなきゃおびき出せねえよな。ってことで、俺が直々に食わせてやるよ。焦っても遅いっての。これも作戦だぜ、リーダー。へえ、君がこんなことで慌てるなんて意外だね。ねえ、僕からもあーんってしてあげようか。これだけで真っ赤になっちゃうんだ。君って翻弄される姿は可愛いね。この作戦悪くないじゃないか。今すっごい気分がいい。だよなだよな。どうせ作戦やんなら楽しい方がいいもんな。何逃げんな。歌しろ押さえとけ。お安いご用さ。ほーら、観念してひふみに可愛がってもらいなよ。じゃあこのちっちゃいシュークリームからいくか。あ、そうだ、カップルはこうやって食うらしいぜ。で、口づけたこれを、はい、あーん。食い物が甘くなるまじないなんだと。変な妖術はかけてねえから安心して食えよ。お前顔真っ赤だぞ。リンゴ飴見て。ああ、口の周り、クリームついてるよ。君もわかってるね。僕に拭き取ってほしいんだろう。そんなの知ってるさ。君が恥ずかしがるから、あえてやるんじゃないか。ん？甘い。何うつむいてるのかな、リーダー。今度は僕が食べさせる番なんだけど。リタイアはなし。そうだ、拒否ったら罰ゲームってことでどうよ。ああ、悪くないね。今一回お手つきしたから。取り付いて、お仕置きだな。人目につきづらいとはいえ、取り付くときは周り確認しなよ。まあ、誰にも見られてないけどさ。で、食べ物を粗末にする悪い子は、どうしてほしい？やっぱ、食い物がどんな気持ちかってのを分からせなきゃダメだよな。だから、食われる側の気持ち、教えてやるよ。残さず食ってほしいって思えるまで離れてやんねえからな。ってことで、味見。
うん、お前マシュマロ見て、すっげえ甘い。ほら、自分がケーキにでもなったと思いなよ。僕に食べてもらえるんなら光栄だろ。今は拒否されてもか弱い抵抗にしか見えないね。ほっぺ熱っぽくなっちゃってるよ。おいしそう。あー、うん、おお、首まで真っ赤だ。俺の手冷たいから冷やしてやろうか。ほら。あんま大きい声出すと店員に気づかれんぞ。人思いに食べられた方が楽だろ。ケーキの気持ち少しは分かった？いやいや、楽しんでなんかいねえよ。食い物の恨みは怖いって言うじゃん。それを教えてやってるだけだぜ。そうそう、別に普段の恨みを晴らそうだとかそんなことは思っちゃいないさ。だってお前反応良すぎなんだよ。遊びたくなっても仕方ねえじゃん。ん？どうした？悪い、やりすぎたか？おーい。なんだよ、いつもは平気なくせに。本気で嫌ならそう言ってくれれば。え？うわー、ちょストップ。椅子は危ねえから。落ち着け。悪かったって。ほら、そんなもの振り回したらお店にも迷惑だろ。わかった、歌城が殴られるからそれで許せよな。なんで僕。あ、こら